ブラジル領南極とは、1986年に、ブラジルが興味ある区域として提案した地域。南極大陸の成形28度から成形53度の間、南位60度以南の範囲で、南極点を中心とした線形をなしている。その実態について正確に定義されたことはないが、この地域と地理的に重複するアルゼンチンやイギリスの、 領有権主張に対して公式に反論してはいない。1975年5月16日に南極条約を締結した際、正面理論という理屈に言及し、南極大陸における領有権を表明した。この正面理論とは、ブラジルの地政学者、テレジーニア・デ・カストロによって提案され、彼女の著書アンターティカ、テオリア・ダ・ディフロン・タスオにまとめられている。 これは南米各国の海岸線を同経度の南極大陸の海岸線に投影することを基準として、成形24度から成形90度までの南極大陸を南米各国で分割し、南米が声を合わせて南極に対する権益を主張するという理論であるが、すでに独自の領有権主張を行っているアルゼンチンとチリには受け入れられていない。 興味ある区域以外では、ブラジルは、通年基地として、コマンダンテ・フェラス基地を持っている。これは、南極半島の先端近く、キング・ジョージ島アドミラル T1、南位62度08分成形58度40分、南位62.133度成形58.667度、マイナス62.133マイナス58.667の落ち点に位置する。 領有権主張区域を訪れたルーラ・ダシルバ博大統領2008年2月22日撮影1982年ブラジル政府は初の南極探検隊を送り込み1年後に同国発の基地を建設する建設以来通年基地として機能している南極におけるブラジルの立場は新参者だが 特に1964年から1985年にかけての軍事政権下において、ブラジルの地政学者は南極に対する国家の政策に大きな影響力を持っていた。ただし、ブラジルではアルゼンチンやチリとは異なり、南極における領有権に対する国民の意識は薄かった。1991年2月、フェルナンド・コロール・デメロ大統領は、 ブラジルの南極基地を3日間訪れ、ブラジルはこの領域に関心があると、再び主張した。メロは、南極大陸に足を踏み入れた初の、ブラジル大統領となった。2008年1月、ブラジル議会のブラジル領南極委員会の議員13人が、同国南極基地を訪れた。2009年1月には別の議員が訪れている。 2008年2月16日、ルイス・イナシオル・ウラダ・シルバ大統領と、夫人のマリサレティシアル・ウラダ・シルバを含む23人の代表団が、ブラジルの南極基地を訪れた。ブラジル政府はこの大統領の訪問を、同国の科学者や軍人の仕事を支持する政治的な意思表明と位置づけた。2009年、ブラジルは南極表彰に、 初の国家的な科学的探検を実施した。探検はパトリオットヒルズ、そしてエルズワース湖の領域に沿って大気圏、説氷学、地質学、そして地球物理学の検知から総合的に行われた。2回目の調査は2011年11月上旬に予定されており、その際には調査員が南極点から約500キロ、 コマンダンテ・フェラス基地から約2500キロ離れた場所に監視局を設置する予定である。ブラジル領南極の位置を示す地図コマンダンテ・フェラス基地。ブラジルの南極政策と利害関係の監督はいくつかの政府組織で共同で行われている。南極研究計画にはいくつかの連邦政府の大学や機関が参加している。アルゼンチニア・チリのように軍は ブラジルの南極計画に大きな役割を果たしている。ブラジルの南極政策を入念に作成し、推進する責任を負い、そしてコマンダンテ・フェラス基地を通年に渡り維持させる国家機関である。委員会はブラジル海軍の直轄下にある南極研究科学委員会のブラジル代表メンバーである。この委員会はブラジルの南極政策と スカーによって調整された国際的な南極調査の結びつけを進めること、また他国により実施された南極調査の活動と成果を追うことに対して責任を負う。また、コナパは他のブラジル国家機関に対するブラジル南極政策、科学的南極政策についての諮問機関でもある。委員会はブラジル科学技術省の下に置かれている。 ブラジルの南極政策を策定し実施することを任されている大統領諮問機関委員会は外務大臣と大統領府の直轄であるブラジル国民会議に常設された委員会でありブラジルの南極政策や利害を財政状況や進行中の活動も含めて監督する責任を負っている委員会は十四人の上院議員と二十一人の 大義士の合計175人で構成され、議長は大統領が務める。ブラジルの領域、ありがとうございます。